はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は明日イベントガチャの更新日が重なっており、大きめの更新が予想されるということで、明日の更新内容確認、ファイナルミキサーおすすめ球団おさらいをしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということで早速やっていきます。まずは明日のガチャ予想。明日は複数のガチャを予想しています。まず一つ目が2017侍ジャパンセレクション。昨年2006-2009と連続で来ていたため、今年も来ると予想しています。対抗は OB セレクション第6弾アジアプロ野球チャンピオンシップの侍ジャパンになってくるでしょう。続いて二つ目が2017侍ジャパンプレゼントスカウト。昨年2006は累計配布、2009は無料ガチャの形をとっていたので、今年もそうなると予想しています。もし来ない場合はおそらく累計配布に絡むため、結果的にはどちらでも変わりません。神引きできることを祈ります。続いて3つ目がサイリン OB セレクション。サイリンワールドスターセレクションを出してきたということで、1週間後の明日に来ると予想しています。ガチャ内容は渋めのため、無課金美課金の方はスルー推奨です。続いて明日のイベント予想。ガチャ予想の部分で触れた通り、特別レアリティの更新が予想されるため、本イベントが濃厚になります。累計に絡まない場合でも期間は合わせてくるでしょう。ここで直近できていない本イベントを見てみます。まとめると、9月6日からプロスピラビリンス、10月16日からピースを狙え、25日からホームランダービーライバルズ、11月2日からエージェントエース、12月5日からプロスピ交流戦、15日からドリームキャラバン、22日から俺の球場飯となっています。予想としては、本命がホームランダービーライバルズ、対抗がエージェントエースドリームキャラバンとさせていただきます。もし先に OB 第6弾が来た場合はバッティングトラベラーになるでしょう。続いて明日からの配布予定。マンスリー関西第3弾として、毎日5000ストック経験値の配布が始まります。毎日ログインすれば合計35000のストック経験値が手に入るので、ありがたい内容と言えるでしょう。プロスピー20周年にしては若干寂しい内容となっています。続いて明日から始まること。お知らせできている通り、この日からファイナルミキサーが開始となります。1人の S ランク選手で別の S ランク選手を獲得できる神ミキサーとなっていますので、楽しみに待っておきましょう。回数制限は5回となっており、自分は全て自チームの DNA で回す予定です。明日の更新予想は以上となります。まとめるとテロップの通りです。ファイナルミキサーが開始となり、2017侍ジャパンの登場が期待される注目の更新になりますので、明日の更新を楽しみに待ちましょう。また明日ファイナルミキサーが来るということで、各球団目玉選手をおさらいしていきます。まずは阪神、広角アーチストの大山選手、パワー A 広角打法の佐藤選手が目玉選手になります。目玉選手は少なめのため、純正強化のみおすすめになるでしょう。ファイナルミキサーでは特別レアリティの排出はなく、排出停止がされていないシリーズ2の通常選手のみ手に入ります。続いて広島、シンキング2種超大ピンチ20丸持ちの床田選手、ライドラ広角でキャッチャーの坂倉選手、超広角ライドラの堂林選手が目玉選手になります。坂倉選手はかなり当たりのため、キャッチャー不足の方は検討する価値がありそうです。続いて DeNA、 超広角打法持ちの牧選手、広角持ちの佐野選手、宮崎選手が目玉選手になります。バウアー選手、外選手、今永選手が排出停止になっており、目玉選手の当たりがかなり減らされている状況です。続いて巨人、広角アーチストの岡本選手、超大ピンチ20丸持ちの高梨選手と中川選手、超広角打法持ちでショートの坂本選手、球種が強い菅野選手が目玉選手になります。他球団に比べて当たりの割合も多いため、おすすめ球団になるでしょう。続いてヤクルト、超広角打法ラインドライブのサンタナ選手、ミパエ広角アーチストの村上選手、超大ピンチ20丸持ち、球種が強い田口選手、来年能力が下がる山田選手が目玉選手になります。目玉選手が多く当たりの質も高いため、かなりおすすめ球団になるでしょう。続いて中日、超広角打法持ち、来年能力が下がるビシエロ選手、ツーシームスプリット持ち、球速が速いマルティネス選手が目玉選手になります。目玉選手は少なめのため、純正強化のみおすすめになるでしょう。続いてオリックス、縦スラナックルカーブの山岡選手が目玉選手になります。山本選手が排出停止になり、目玉選手は少ない状況のため、純正強化のみおすすめになるでしょう。続いてロッテ、ツーシームスプリットの沢村選手、高速シンカーの増田選手が目玉選手になります。目玉選手は少なく大当たりもいないため、純正強化のみおすすめになるでしょう。
続いてソフトバンク、ライドラ広角の近藤選手、広角アーチの柳田選手、球種が強い石川選手とモイネロ選手、慣れるまで強い藤井選手が目玉選手になります。目玉選手は多く当たりの質もかなり高いため、おすすめ球団になるでしょう。続いて楽天、超広角打法の浅村選手、球種が強い田中選手、則本選手が目玉選手になります。目玉選手はある程度いますが、大当たりがいないため純正強化のみおすすめになるでしょう。松井選手が出ないのが痛手です。続いて西武、広角アーティストの中村選手が目玉選手になります。目玉選手が一人のため純正強化のみおすすめになるでしょう。かなり厳しい状態です。続いて日本ハム、超大ピンチ二重丸、スラーブ西の宮西選手、球種が強い加藤選手、伊藤選手が目玉選手になります。宮西選手はかなり強い部類に入ってくるため、プラスアルファで欲しい選手がいる方は回すのもありでしょう。上沢選手は獲得できません。ファイナルミキサーでの目玉選手紹介は以上となります。回す球団ポジションは決まったでしょうか？個人的なおすすめとしてはテロップの通りです。同一球団ミキサーの場合はソフトバンク、ヤクルト、巨人の3つがおすすめになるでしょう。また同一ポジションミキサーの場合は、岡本選手、村上選手がいるサード、サンタナ選手、柳田選手がいるライト、宮西選手、高梨選手、モイネロ選手がいる中継ぎ、この3択になると思います。山本選手、今永選手、上沢選手、バウアー選手など先発の強い選手が取れないため、このような形です。各自の状況に合わせて回す球団ポジションを決めてください。この情報が良かった方、参考になった方、ぜひ高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で解説した通り、自然回復で進めていた自分の進捗状況としては、累計回収が完了しています。5日の12時に回収が完了した形です。今から勝負の累計回復の方に移っていきます。ということでやっていきましょう。まず2013サムライジャパン、自分の狙いの選手はテロップの通りです。スピリッツ4500なので、極みにできる選手は全員狙いになります。一番狙いはミパエ以上称号チャレンジもできる阿部選手、14分の6当たりの状況です。引ければオーダー強化になるため重要な開封になります。ということで2013サムライジャパンキー役所開封の方していきましょう。お願いします。まあ今現在ね、覇王の維持も安全っていうわけではないので、まあここでねスピリッツ4500、1人でもオーダー入りを引けておくと、まあグランドオープンまでなんとかね持つんじゃないかなと思っています。まあ意外と重要な開封ですねこれね。でまあ狙いはさっきねテロップでも出したんですけど、阿部選手以外だと内川選手なり角中選手なり、極みにできる選手が来てほしいです。おー、松田選手来ました。これは嬉しいですね。松田選手ももちろん極みできて継承ができますということで、まあ、久しぶりにね累計開封いい結果に終わりました。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画内でも触れた通りイベント更新があるということで、イベント攻略動画を上げる予定です。ファイナルミキサー、侍ジャパンが期待される注目の更新日になりますので、よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。